河村中学校、高等学校は、東京都豊島区目白2丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立女子中学校、高等学校。高等学校において、中学校もしくは、小学校から入学し、または幼稚園から入園した、内部進学生徒と高等学校から入学した、外部進学生徒が第一学年から混合して、 クラスを編成する併設型中高一貫校。制服は、上着は中高同じ、デザインのセーラー服に、紺のネクタイ、貝は紺のスカートとなっている。そして、セーラーカラー、カフス、袖には、革をデザインした、長さの異なる三本ラインが描かれている。この全体デザインは創立翌年の1925年に、制定されて以来、ほとんど変わることなく、受け継がれている。 冬服は、紺のセーラー服に、中学校は、紺のジャンパースカートまたは、ウエストスカート。高等学校は、紺のウエストスカートとなっている。夏服は、白地に、紺の襟のセーラー服に、紺のウエストスカートとなっている。また、聖火服として、ブルーのワンピースも存在する。なお、全体デザインは異なるが、3本ラインのデザインは、同学園の小学校にも共通する。 河村高校の学校情報のワンポイント情報の冒頭に内部進学生とは一年次から混合クラスと掲載されている。制服学校生活学校法人河村学園2013年8月16日閲覧西井マリナ生ハム0822よくわかったね。私小学校と中学校河村だった。 ツイッターより2018年12月18日閲覧ありがとうございます。